今回は、ウチハ一族という爆弾をカカシに押し付ける三代目ホカゲ、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。今思うといくらなんでもカカシ先生に特大級の爆弾押し付けすぎじゃない？だってウチハ一族に詳しそうなのカカシくらいしかいなさそうだし、人中力に対処できそうなのも他にいなさそうだし。恩師の息子の人中力、死んだ仲間と同じウチハ一族の生き残り、さくらちゃん。さくらちゃん、この子にも何かあるのか？癒し枠。ありがたいですよね。だからあと一人は成績優秀な女の子をつけちゃう。頑張ってね。そう改めて言われると危険性もさることながら、だいぶ人の過去を誘い嫌がらせに見えるな。お前同じような目に遭ってるからいけるだろ。なんか違うもの受け継いでませんか三代目。シャリンガン発言するだろうサスケを指導できそうなのカカシしかいない。キュービがもし暴走したらシャリンガンで制御するしかないからカカシしかいない。モクトンでもかだけど必要なペンダント持ってる綱ではどっか行ってる。そこに世代一学力が高い最上院、7班できた。ここまでナルトの状況を把握してたのにカカシに投げるまではあの対応だったのか。アカデミー時代はイルカがいた。カカシ以外にサスケ任せられる人いないだろうし、シャリンガン対策はシャリンガンかガイくらいしかない世界で。人中力のガキとウチハ唯一の生き残りの処理を同時に一人で？デキラー。さくらちゃん割と放置しても師匠見つけて強くなったのはカカシ先生ありがたかったと思う。剣術路線も医療忍術路線もカカシは稽古つけにくいだろうしな。さくらちゃんは優秀で手のかからない子だからボーナスみたいなつもりだったのかな。まあ九尾事件とウチハ一族皆殺しがなけりゃな。まあでも他の常任連中を見るとそりゃカカシに押し付けられるなとはなる。担当外先生だと体術トリオになるしな。万が一があったらカカシに始末させる。人中力殺すのは得意だろカカシ。一応キュービのコントロールできるのはウチハしかいないとかそういう事情も加味しての編成だったと思う。後付けと言われたらそれまでかもしれないけど、恩師の息子に対しても市場を挟まず教育できるの偉いね先生。港のビジュアル結構初期から出てるし考えてたと思うよ。写真もあるしな。顔色ある時点で初期から考えてたよね。でもノーマルシャリンガン、しかも片目でキュービ制御は無茶ぶりすぎませんか。他にいないから。賛美の人中力殺したことあったじゃろカカシ、最悪あんな感じで頼む。人の心ないんか。ナルトのキュービ制御するんだったらカカシからシャリンガンの訓練させつつ、サスケにキュービ抑えさせようくらいは考えてたと思う猿先生。万華鏡海岸前提かよ。霊能地派一族って。イタチがね。三代目には人の心がわからぬのか。シャリンガンの使い方を教えれるのはカカシしかいないからサスケが配属されるのは確定。ナルトがキュービ化した時に抑えれる可能性があるのはシャリンガン持ちのカカシしかいないからナルトも確定。問題児二人も担当するのは大変だからもう一人は成績優秀なサクラにしてあげよう。最善の選択ではあるな。実際網折りでこのシーン盛られた時は、似たような理屈付けで猿先生はカカシに7班の受け持ちをさせようとしてたはず。サクラちゃんだけこの時点だと平凡すぎる。頭いいけど。ナルトをカカシに投げるのはわかるしサスケをカカシに投げるのもわかる。両方となるとちょっと。ヤマト隊長でもキュービ抑えられるけど、あれ初代の首飾りありきだからな。やっぱキュービをなんとかできる貴重な人材のウチハを冷遇するのおかしいんじゃねえかな。まずマダラの件もある上に、キュービ暴走事件が起こったからしょうがねえんだ。そういう奴らが里の一大事に助けに来なかったら何考えてんだってなって怖くない？シャリンガン使いがカカシしかいないのでサスケをカカシに投げる。キュービ暴走した時になんとかできるのがそもそもモクトンかシャリンガンくらいなのでカカシに投げる。何もかんもウチハが滅びてるのが悪い。オビトの目のおかげで二人に出会えたのか。他の同期はみんな血筋ボーナスついてるけどサクラちゃんにはないからな。その分癖もないんだけど。なんでサクラみたいなの入れたんだろ。確か網折りだと、一人普通の女の子を入れるとやる気とか結束とか大切だってカカシお前なら覚えがあるだろう？みたいなこと猿先生が言ってたはず。えぐい。卑劣様の弟子ですわこれ。ある意味サクラも悲惨だな。恋愛脳で気づいてなかったけど。特別な血筋でもないのにあれだけの活躍したんだなサクラちゃん。綱でより天才だったはず最終的に。さくらちゃん師匠にだいぶ恵まれたよね。何がひどいってそれぞれの性格と関係性がジェネリックみなとはんなところ。下人9人側で見たらイノシカ長はセットにしたいし、シャリンガンつながりのサスケとキュービ抑える目的でナルトはカカシにつけたい。残りはさくらと紅班の3人だけど、死の以外はさくらと変わってもカカシの気苦労増えるだけだから結局原作のが収まりはいいんじゃない？アカデミーの同期生はもうちょっといるわいる。ただまあイノシカ長も、シカマルはナルトとほぼ同レベルのドベで長寿は普通で、イノガクの位置だと学年総合トップだったりするから。
成績のバランスは取れてるんだ。チャクラコントロールも知識も含めどこ磨いても光るまっさらな原石なのが桜ちゃんではある。伝統的に反目し合いながらも互いを認める男二人に桜女一人という構成、なので桜を一人入れる。メンタル的な意味でもカカシ適任だし、なんなら第7班にカカシ以外がついてたらザブザに負けそうだし。ガイ先生ならいけるだろうきっと。意外とサスケとか青春言い出しそうだよね。サスケとなると、サスケに桜、桜になると、三角関係よし。里唯一の現役シャリンガン、港のマナ弟子、だから仕方ないね。激眉先生が担当だったらどうなってたんだろ。サスケがもっとおかしくなる。サスケが順調に育って人中力のナルトとの仲も良くなればかなり安泰だろうし。実際初期はなんだかんだ言って仲良かったよね。イタチが余計なことしてひどいことになったけど。サスケ元気かな、見に行くか、もうちょい憎しみ煽っとくか、つくよみ24時間セット。イタチ兄さんはさ、これで第7班失ってたらカカシ先生廃人になってるんじゃ。俺の仲間は絶対に死なせやしないよ、呪言。どの道すでに壊れかけなんだ、見つけ次第押し付けるぞ。いやそんなメンタルしてたら波の国編で戦わずにナルトたち連れて早々に撤退してるでしょ。まあ最終的に考えると結果オーライだな。里に馴染んでほしいし、普通の子も入れとくはわからんでもない。こうして見ると桜ちゃんかわいそうではある。他の同期考えると由緒正しい家柄ばっかりだから七班配属が自動的に桜ちゃんになるし。就任試験受験同期とアカデミー同期はイコールじゃないから、ナルトたちと下任就任同期だけど就任同期じゃないみたいなモブもいるはいるよ。イルカ先生は別にナルト専属ではない。一般生徒の授業が終わると自発的にナルトの面倒を見に行ってた。それを見た三代目がわしの不在時はよろしくしてる。自分の両親も殺されたのにいい人すぎるってばよ。実際イタチ来るまでは七班の問題的には、せいぜいナルトとサスケが喧嘩多くなったくらいしかないのがひどい。イタチ襲来だけでもまだエロ仙人のメンタルケアと説教でなんとか修正できたとは思う。オロチマルが来た。結果的に良かったけど成績が優秀なだけの桜ちゃんかわいそう。桜ちゃんは座学がすげえだけで手裏剣とかはあんまりだぞ。だからいいのにコンプレックスと憧れ持ってる。桜ちゃんは忍者適性で言えばチャクラコントロールしかない。チャクラコントロールの極地みたいな綱で師匠についたら化けた。サスケがナルトたちと仲良くなって復讐とか忘れてそうだから、わざと傷口えぐったんだったかあの時のイタチ。サスケも成長してるんだけど、落ちこぼれだったナルトが急成長してすぐ後ろくらいに追いついてきて、出てきた強そうな奴が、だいたいナルトの方見てたところにイタチが来たみたいな感じだったっけ。なんで人中力適性マックスかつ封印術のエキスパートの渦巻きまで滅んでんだ。そういや渦巻きって一族単位で見たらなんか自然消滅してたな。ナルト含めてあちこちに末裔はいたけど。渦潮隠れが九州合併されたから、設定上はあちこちに末裔自体はいるらしいけどね。まあナルト世界って血統より誰に教えをこうかみたいなところあるからな。両親忍者ですらないし名家の血も引いてない子なんとか、ただの善良な一般人から生まれたらしい被弾とか、そういうのいるし、イタチのことばっか言われるけど、オロチマルも相当余計なことしてる。そりゃオロチマルは体乗っ取ろうとしてたからサスケの人生に余計なことしかしないよ。イタチはサスケ救おうとしてあれだから、まあ大きく見れば結果オーライではあるんだけど。後付けとか色々あるせいだろうけど、三代目は人の扱い雑すぎる気がする。それから、で済ませていい存在じゃないよねサスケ。うちは、キュービ、純粋な天才、桜ちゃんすげえってばよ。努力が上手い天才だ。ナルトイコール港プラスオビト、サスケイコールカカシプラスオビト、桜イコールリン。カカシ専用セラピー7班。つまり桜ちゃんに賛美ぶち込んでサスケの血取りで殺してそれをナルトに見せれば。桜ちゃんはレボッタサスケすら愛する女だからな。良くも悪くも重い。桜ちゃんスペックシート上はホカゲ級の強さになってるからな。桜でよかった。皆さんは、ウチハ一族という爆弾をカカシに押し付ける三代目ホカゲ、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。